答えならここにある。あるし、どうせ勝つに決まってるし、内心稼げるし、過信のある自信ほどたやすく崩れるんだ。才能を無駄にせず磨き出しなさい。 Here we go。 心震えることなく時を過ごすよりも、喜びや痛みを知った数だけゴールへと近づく。じゃあやるからには完璧に。ちなみに特に色はない。正しく極めたその先の価値のある価値がいい。悔いなく行け、未来がアウトカム。本気とかマジ勘弁、現状でハイレベル。このタフさが売りの一つ、落ち度も見当たらない。負けるよりも怖いのは挑戦をしないこと。貪欲も時と場所選べば役立つ。さて時計家のため必要な今に意味を探せ。ライバルを蹴散らしより強くなる、その覚悟はあるか。そう勝たなきゃかなり優待。手強い敵はいないけど、本当の敵は自分自身。策を練れば抜け目はなし。その程度の心得だけじゃ気づくことがないとし、そこ知れないエボリューション。俺ららしくレボリューション。誰もが上目指してるディスティネーション。俺的には今更だ、でも全てはそれからだ。あなたたちは道半ばだから、姿勢を正し立つためにただ侮るなかれ。真摯に貫く道をいつの日か糧にできる時が来る。ノリレあやなぎで得る全てを必ず武器にする。持ち前の俯瞰的なクールさも評価に値する。その先の価値のある価値がいい。悔いなくいけ、未来がアウト。